エフード・オルメルト、エフード・オルメルト、1945年9月30日体はイスラエルの政治家。首相第16代国会議員9期。財務省第25.27代カディマ党首第2代を歴任。1973年28歳の時にイスラエル議会クネセト総選挙にリクードから立候補、当選を果たし、 その後7期にわたって、クネセトで活動。1988年に、逸迫、シャミル内閣で、マイノリティ問題を所管する無認証大臣、国務大臣として初入閣、2年にわたって、同職を務めた後、1990年の内閣改造では、保健大臣に横滑りし、1992年の政権交代まで務めた。 1993年にはエルサレム市長に転身し、2期にわたって在任。市長在任中の1997年には、東エルサレムのハルホマ地区に大規模な入植地建設を、当時首相だったベンヤミンネタニアフと共に、推し進めている。その極めて右派的だったウルメルトを表現させたのが、パレスチナに優和的なアリザ夫人の影響だったと言われる。アリザ夫人は、 イスラエルの政党でも最初派のグループに属するメレツの支援者であり、夫が主犯候補として戦った2006年の総選挙を除けば、それまでは全てメレツに投票している。2003年からは、クネセトに戻り、総選挙の式、選挙後の連立交渉を行い、選挙後は成立したアリエル・シャロン内閣で副首相権、産業貿易労働大臣に任命された。以来、 シャロン首相の最も忠実な側近として政権運営の主軸となる。2005年4月外務省の招待で来日し、8月ガザからの撤退に抗議し、財務大臣を辞任したネタニアフの公認に任命される。2006年3月の総選挙では同年1月4日に脳卒中で倒れて意識不明に陥ったアリエルシャロン首相に代わりにカディマを引き、 同等を勝利に導いた。5月4日、オルメルトは、クネセト議会とモシェカツアブ大統領のもと、正式に首相に任命された。なお、イスラエルの法律に基づき、選挙から2週間後の4月14日から5月4日、までは、暫定首相なっている。1945年、イギリス統治時代に、現在のハイファ地区南のナハラとジャボチンスキーデヨン、 兄弟の3番目に生まれたオルメルトは、エルサレムのヘブライ大学で、心理学と哲学法学を学んだ。オルメルト本人によれば、彼の両親ベラとモルデハイは、ウクライナとロシアでの迫害から逃れ、ハルビンや中国に逃げながら、祖先の地イスラエルに民主的なユダヤの国を作り、平和に暮らすことを夢見ていたという。彼の両親は、ゼーブ・ジャボチンスキーが、 創始者の武装グループイル軍に属しており、要注意人物と目されることも少なくなかった。また、イル軍指導者だったメナヘムベギンの立ち上げた政党へ、ルート、後のリクードにも参加しており、その関係から、オルメルトもベタル青年機関に所属していた。1950年代には、与党、マパイと対立する政党であったが、1970年代に、 入ると、次第に国民の支持を得るようになった。オルメルトは、兵役中には、イスラエル国防軍の北方警備部隊である、ゴラン旅団に所属しており、怪我をしたため、イスラエル軍の軍事中刊誌バマハネで、記者として従軍し、兵役を終えた。ヨムキプール戦争の時すでにクネセト議員であった。彼は、アリエル・シャロンの指揮する軍の下に通信員として、参加した。 1966年、ガハル、ヘルーとその他の小規模党が合同して作られた、政党、後のリクードの構成員だったオルメルトは、党が選挙で敗北を喫したことから党を率いていた、メガヘム・ベキンタの党員らと共に辞職を求め、ベキンは一時これに応じるが、ベキンを支持する民衆が撤回を求めたためすぐに、ベキンは党首に返り咲くこととなった。1973年、 リクードから立候補し28歳で当選。その後7期にわたって、クネセトで活動し、彼は、紛争問題や教育、防衛予算委員会に参加した。1988年から1990年まで、無認書大臣、国務大臣。1990年から1992年まで、厚生大臣を務める。 1992年のリクードが選挙で敗北したため野党議員となるが、1993年11月にはエルサレム市長に当選する。1993年から2003年の間、オルメルトはエルサレム市長を2期務めた。彼は市の発展のため教育のシステム強化と道路整備に努め、市内を走るライトレール、軽鉄には特に心血を注ぎ、 数百万シンシェケル、一シンシェケルイコール約30円単位の投資を行って公共交通機関を発展させた。オルメルトは市長時代に北アイルランドデリーで行われた国際紛争会議に招かれ、政治指導者は人々に横たわる気分を変えることができると語り、文化の違いをどう乗り切るかについて政治活動の重要性を踏まえ、こう締めくくった。 2003年1月、オルメルトは、第16代クネセト議会で、リクードの選挙対策を担当するとともに、再び議員に当選した。彼は続いて、政党連立交渉の主幹を担当、選挙後は副首相、首相代行に任命されるとともに、産業、貿易、労働省を兼任。また、2003年から2004年まで通信省を務めた。 2005年8月7日、ガザ地区全面撤退計画で、シャロンと対立し辞職したベミアミン・ネタニヤフに代わり、オルメルトは、経済省代理に任命された。オルメルトはもともと撤退計画には反対の立場で、あり、1978年のキャンプ・デイビッド合意にも、反発するなど、当時のリクード党首メナヘム・ベギンにも、否定的だった。しかし、彼はこの時を振り返りこう語っている。 彼はシャロンが新たな党、カディマを立ち上げることを発表した時は真っ先に彼と共に離党した一人であった。2006年1月4日、シャロン首相が脳卒中で倒れ、職務の継続が不可能と判断されたため、イスラエルマイモン官房長官とメナヘム、マズウズ検事総長はオルメルトを首相代行に任命し、3月28日に総選挙を行うことを確認した。 オルメルトは、シモン・ペレスをはじめとする、シャローン支持者にカディマに残るよう説得し、リクードに戻らないよう、ペレスの場合は労働党を懇願した。2006年1月16日、彼はカディマ議長に就任した。2006年1月24日、彼の最初の政策は、収束計画、というヨルダン川西岸からの一方的撤退計画だった。 また、同時にイスラエルは断固として、歴史的に定められた土地からは離れないとも表明した。しかし、2006年3月7日には、エルサレム市長時代の1999年に、彼の家の賃貸借契約料を利用して違法な、献金を受けていた疑いが浮上した。2007年9月には再びこの問題に、刑事捜査が入った。 総選挙では29の議席を得たカディマが勝利し、4月6日にモシェカツァブ大統領の組閣命令を受け、連立政権を受立。5月4日、オルメルトはクネセト議会とモシェカツァブ大統領のもと、正式に首相に任命された。オルメルトは、シャロンの政策を引き継ぎ、パレスチナ問題に関して、平和のためのロードマップとに国家共存解決。 の方針を取ることとなった。イスラエル政府とパレスチナ自治政府のファタハは2007年11月のアナポリス会議で一事業交関係のピークに達した。一方で彼の任期中はヒズボラやパレスチナ内閣を率いるハマース多くの軍事的衝突が起こり、オルメルトと国防省アミール・ペレツは2006年のレバノン侵攻を厳しく批判された。2008年には パレスチナとの停戦協定が執行する直前、イスラエル国防軍はガザ地区への空爆を行った。オルメルトは、この攻撃はハマースの指導者を狙ったものであるとした。2006年7月、ヒズボラによるイスラエル兵拉致を受け、レバノンへの侵攻を決意、レバノン侵攻が始まる。同じ頃、小泉純一郎首相、当人がイスラエルを訪問し首脳会談を行っていた。 9月4日、国会の外交、防衛委員会でヨルダン川西岸からの追加撤退を無期限凍結。12月、ヨルダン渓谷に新規入植地建設を表明。2007年1月、財務省の地位にあった2005年に、国営銀行の民営化の際、職務を利用し知人に便利を図った疑惑に検察が捜査に着手。追い打ちをかけるように、 レバノン侵攻の不手際を批判されていたダン・ハルツ参謀総長がその直後に事実上の隕石辞任を表明。世論調査では支持率が14%にまで落ち込んだ。4月30日、レバノン侵攻の経緯を調査していた国会の独立調査委員会、ウィノグラード委員会が中間報告を発表、改選決断を軽率と批判し、作戦を立案。 指揮氏とオルメルト、アミール・ペレツ国防相、ダン・ハルーツ参謀総長、当時を強く批判。直後に、政権ナンバー2のツィッピー・リブニ外相が、オルメルトの退陣を要求した。9月24日、イスラエル最高裁が、オルメルトが副首相の職にあった2004年、エルサレムに豪邸を購入した際、市場価格より不当に安い金額で購入した、疑いがあるとして警察に捜査を命じ。 2008年5月、エルサレム市長時代に、ユダヤ系米国人の実業家、モリス・タランスキーから数十万ドル相当の不正献金授受,受疑惑が浮上。最高権は、同事件の捜査を警察に命令。5月2日にはオルメルトが、警察の事情聴取を受ける。8日には、オルメルト自身が、記者会見を行い、献金の授受,受に関しては肯定したが、贈収賄疑惑に関しては、 全面的に否定した。12日にはエルサレム市庁舎に、13日には通産省に警察の強制捜査が行われた。世論調査では6割近くが首相辞任を求めた。23日には警察がオルメルトに対する再聴取を行った。27日には同実業家がエルサレム地裁で証言、献金の一部流用や、 小切手での受け渡しを嫌い現金で要求された事実を証言した。首相辞任後の2009年8月30日、捜査を進めていたイスラエル最高権は前述の、米国人実業家からの闇献金など3件の罪で、オルメルトを正式に起訴した。2012年、背任罪などに無罪判決を言い渡された。2014年5月、 エルサレム市長時代の高級マンション建設をめぐる汚職事件で禁錮6年の実刑判決を受ける。2014年9月に再審が始まり、2015年3月、逆転有罪となる。2008年5月21日、トルコの仲介でシリアとの非公式の和平交渉を再開した。7月11日、 複数の公的機関から経費を多重に請求していた疑惑が浮上。7月30日、9月に行われるカディマ投手戦へ出馬しないとの声明を発表、事実上の首相辞任表明。前述の献金疑惑により、与党内における彼の求心力が低下し、投手再選が困難になったことが理由とみられている。9月21日、定例閣議にて正式に辞任を表明。 11月26日、領収書の二重形状などの容疑で、最高権はオルメルトを正式に起訴する方針を表明した。2009年3月1日、最高権は前日の米国人実業家からの闇、現金事件についても首相退任後、追起訴する考えを明らかにした。2008年12月末、ガザ進を指示。これには、 翌年1月のアメリカオバマ政権誕生による中東政策の転換を危惧するとともに2月の総選挙でのカディマ支持を高める狙いがあったとみられる選挙ではネタニヤフ率いるリクードに一議席差に迫られ右派連立内閣誕生を許すことになった首相在任中を通して汚職問題がついて回ったことからカディマ外交省チッピー・リブニからリーダーシップを問われ 彼自身も現在はカディマを再選挙で勝たせるのは難しいと判断し首相職からの辞任を願い出た。2008年9月の党首選ではビブニが勝利したが組閣には総選挙を待つことになった。2009年の2月20日に選挙が行われ、得票数ではカディマがライバルのリクードを辛くも上回ったものの連立により議会の多数を占めたリクードを率いる。 ベンヤミン・ネタニヤフに、大統領シモン・ペレスは3月31日に訴覚、命じた。2015年12月、最高裁判所は50万シケル、13万ドルの収賄の疑いのうち6万シケル分を認定し、6年の刑を18ヶ月に減刑した上で、来年2月15日からの収監を決定した。イスラエル首相経験者で初めて収監される。 別件でも八ヶ月の宣告を受けて上告を検討中である。彼の妻アリザは小説家、写真家、アーティストなど様々な肩書きを持つ。また、夫以上に左寄りとされている。二人には四人の子供がおり、他に養子として娘が一人いる。長女のミハルは心理学の専門家でワークショップを開いている。次女ドナは テルアビブ大学で文学の講師をしており、文学集の編纂なども行っている。彼女はレズビアンであり、テルアビブにパートナーと共に住んでいる。彼女の両親は、彼女と彼女のパートナーの生活を認めており、また彼女は、マハソムウォッチ、パレスチナでの人権侵害を監視する、女性人権団体のエルサレム支部に所属している。2006年6月には、テルアビブで行われた、 ガザビーチ爆撃、ガザ、地区ベートラヒアにあるビーチが空爆を受け、パレスチナ人8人が死亡に関わったとされるイスラエル兵に対する抗デモ行進に参加した。このことで彼女は右派の人物からの激しい非難を浴びてしまう。彼らの長男シャウルは現在イスラエル人アーティストと結婚しニューヨークに住んでおり、ニコロデオン、スポンジボブなどを放送する幼児向け TV チャンネルの 副社長に就任している。彼は兵役を終えた後、イエシュグブール、1982年のレバノン紛争勃発と共に軍人により、創設された、左派団体、我々は打たない、泣かない、占領した地には行かないをスローガンに掲げるに参加。その後イスラエルのサッカークラブであるベータルエルサレム、FC、ウ派ハサポーターが多いのスポークスマンを務めた。 次男アリエルは兵役には務めず、パリのソルボンヌで、フランス文学を学んでいる。養子の趣里は孤児だった。ハルビン育ちのエフード・オルメルトの父、モルデハイは、イスラエル入植者の先駆けの一人であり、第二、第三クネセトで議員を務めた。オルメルトの祖母の JJ は、第一次世界大戦の頃、ロシアからハルビンに逃れ、その地に住んだ。2004年に、 エフード・オルメルトは中国を訪れた際、ハルビンに眠る祖母の墓を訪ね、父はパレスチナに移り住んでも中国のふるさとを忘れなかった。彼が八十八歳で亡くなった時の最後の言葉はマンダリンだった。と語り、その時を思い返した。2007年10月29日、初期の前立腺癌であることを発表した。2008年2月25日、 イスラエル首相として来日。同国首相の来日は10年ぶりであった。2月27日、福田康夫首相と会談、中東和平での連携強化を確認し、ハイレベル戦略対話の継続など、両国の係り強化を盛り込んだ共同声明を発表した。また、天皇、皇后の元を訪問し同日、来日中のコンドリーザ・ライスアメリカ国務長官と会談。 ガザ地区への空爆を自制するよう求められたが脅威が去るまでは攻撃を続けるとこれを拒絶した。葉巻を好む、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。